皆さんこんにちは。動画初手の挨拶が毎回不安定な実況チャンネルへようこそ。ゼロの執行人見ながら編集するのやめなさい。あ、どうも皆さんこんにちは。今日も張り切って宇宙進出していきましょう。で、宇宙に行くには何が必要なんだ？ざっくり言うと、ロケットと燃料です。ロケットはまあクラフトするだろうなとは思うが、燃料はどう手に入れるんだ？自然生成で出てくるクロウイルを加工するとできるんですが、まずは燃料の方から作っていきましょうか。ずっと湧き出ていた、この黒い液体こそクロウイルです。今回はこれをポンプで回収して、燃料に変えます。この黒曜石みたいなブロックは、エンジェルブロック、空気中にブロックを設置できるので、こういう作業には大変助かる便利アイテムです。ポンプ置いて、作業開始。動いてませんけど。あれ？ほんとだ、レンチで叩いたら動かないかな？なんかログが流れるだけっぽいぞ。はい、純正のポンプ持ってきました。こっちなら多分動くと思います。動いてませんけど。あれ？と思ったら変換器をセットするの忘れてた。失敬失敬。おお、結構早いな。油田を全部吸い尽くしちゃった様子。あのオイルの下がこんな空洞になっていたとは驚きだぜ。あれ？こんなところに整った洞窟が。ああ、これは遥か遠い昔、この地に住んでいた者がブランチマイニングしてた時にできた穴だ。そうなんですか。昔の人は大変ですね。今なんて放置すれば資源が手に入るから、いい時代に生まれたもんだよ。ということで、クロウイルの回収に成功しました。これを加工して、使える燃料にするわけだな。クロウイルは回収したし、次はロケットの方を作っていこうと思う。その準備として、ロケットを作る機械を作るための素材を作るための機械を作るための素材として、アルミニウムのワイヤーを準備。サーキットファブリケーターを作りました。回路を作る機械、かな？その通り、ということで早速材料を入れて稼働させてみよう。完成、アドバンスドウェハー。ウェハーってのは、お菓子？違う違う、こっちこっち。ああ、知ってる知ってる、ワッフル焼く時のやつでしょ。全然似てねえよ。あ、ちなみに私は知りませんでした。おい、逃げるなんて汚いぞ。嘘つく方が汚いと思うんですがね。アドバンスじゃない、ベーシックの方のウェハーを作りました。これも必要な機械を作るために必要な素材です。ベーシックウェハーを使って、コンプレッサーを作りました。コンプレッサー、圧縮機か。宇宙に行くにはこの圧縮機を何度も使うことになると思います。ハイドーンと、作ってみたはいいものの、これは電気で動くものではなく、可燃物を燃料にして動くらしいです。でもまあ動けばいいのでとりあえずこれを使っていきます。アップグレードしようよ。とりあえずスチールを圧縮機にかけてみます。ということで圧縮したスチールの完成。これを使って、NASA ワークベンチを作りました。NASA？ だと、スティーブにかかれば作業台で NASA を作り上げることなんてたやすいのです。NASA って何なんだ？これを使って、ロケットを作り上げます。しかし、ロケットの素材はこんな感じでいろいろ圧縮したものをさらに圧縮した、混合物が必要になってくるのです。コンプレッサーもアップグレードしましょう。ということで、脱火力、電気で使えるようになったってことか。おお、電気マークがついてる。横に導線をつなげれば、充電開始。おい、完成品のスロットが2倍になってるぞ。ほんとだ、じゃあ2倍のスピードになるのか。これは強くして正解だったな。ということで、ブロンズを圧縮して、鈴を圧縮して、る間に別のことをしましょう。別のこと？例えば、ロケットを作って燃料が確保できたとして、そのまま行って無事だと思うか？そりゃまあ、宇宙に行けたら勝ちみたいなところあるんじゃないの？甘い、甘すぎる。宇宙には酸素がないんだから、酸素ボンベが必要になってくるのさ。ああ、酸素ボンベね。
酸素ボンベだけ？え？いやまあ酸素マスクも必要だけど、あれは？宇宙服？え？ああ、うん、そんなものはないよ。え？でも宇宙服がないと生きられないんじゃ。いやいや、何を言っているのだね。ステイブ君はすでに食用宇宙服を服用してるから問題ないよ。なん？だと、いや、しかし、食用宇宙服は酸素ボンベも内蔵されている。はい、すみません、問題ありませんでしたね。ということで、ヘビー置き資源タンクの完成。ヘビーということで、普通や小さいのもあるけど今回は割愛。さて、酸素はどこで補充できるかな？メカニズムの酸素ボンベで補給できないかな？先生、そっち水素です。スロットに入れられる感じはないな。どうやらこのモッドの機械のみ酸素を補給できるらしいので、オキシゲンコンプレッサー。なんだなんだ？今回はコンプレッサー祭りか？この機械で、酸素ボンベに酸素を注入できるそうです。はいかな？はいだな。俺のターン、ドロー。俺はテクだからオキシゲンコントローラーを召喚。さらに導管も召喚。これで接続することで、オキシゲンコンプレッサーに酸素を注入することができる。さらに、コンプレッサーの中に酸素タンクを特殊召喚することで、酸素タンクが強化。現れろ。オーリーライトニングスパッ！それ言いたかっただけだろ。あら、バレちゃいました？酸素ボンベはもう背中に装着することが可能です。こんな感じで、スキンにも反映。なんか、ちょっとジェットパックに見えるな。酸素マスクと、マスクとタンクをつなぐチューブを作って、念のため、パラシュートも装備。これで宇宙に行けますね。さすがのジェム装備も酸素作成まではやってくれないか。さて、次は燃料の話です。このリファイナリーという機械、これを使って、クロオイルを使える燃料に加工します。これでクロウイルは機械に入るようになりました。同じ手順で、完成した燃料をタンクに入れるようにします。お、もう入ってるのか。これで燃料の話は終わりです。最後の準備、ロケット作成をしていきましょう。いろいろ別の準備をしていたら、混合物の作成の準備ができてました。そうやってできたのがこれ、ヘビーデューティープレート。これで頭、お尻を作り、NASA に製作命令。両脇の部分作るの忘れてました。レシピ見ながらやってたんだよね。これで作れるはず。やったぜ。これで宇宙に行けるんですな。その通り。じゃあ準備をしよう。え？今までのは？準備の準備だ。ロケットを発射するには、台座が必要です。そしてこれが発射台になります。真ん中がちょっと盛り上がったな。これで完成です。ここにロケットをセット。そしたら、こんな感じになります。すごく、ロケットです。フューアルローダーを作りました。関係ないけどフューアルって読みにくいよね。このローダーを使って、ロケットに燃料を入れます。バケツで直に入れることはできないのか。発射台の横につけて、電気を流して、バケツで燃料を入れるとロケットに燃料を入れてくれます。ロケットに入って確認しましょう。ちゃんと燃料が入っていってるな。これでもう宇宙に行けるのか？行けますけど、もうちょっと準備をしてから行きますよ。月からの帰りが毎回ロケットだと時間がかかってしまうので、テレポーターを準備していきましょう。ということでまたレシーバーを作りました。また？このテレポーターはディメンションが違ったとしても移動できる便利なアイテムです。チャージドポーターを作り、アップグレード。何がアップグレードしたのかは知りません。このポーターは充電ができるのでちゃっちゃと充電しちゃいましょう。充電完了。充電量がわかるメーターが大きいから見やすいな。またレシーバーの方も充電が必要なので、バッテリーの近くに置いてみましょう。名前はホームにします。そしたら、このポーターを持ったままシフト右クリックすると、この二つがリンクされます。ちゃんとテレポートできるようになったな。わかりやすいように名前を変えておきましょう。よし、これで月に行って何かしらトラブルがあっても帰ってくることができます。それじゃあ月、行ってみよう。
到着。ほう、これが月ですか。いやほーい。あ、ジェム装備のせいで無限に上がっちゃう。さて、と、月にもまたレシーバー作りますよ。え、こっちにも作るの？もちろん、ワンクリックで月に行けた方が何かと便利だしね。クアンタムネットワークブリッジもここに構築しておきます。さて、月のテレポーターにも忘れずリンクさせておいて。と、テレポート。家に帰ってきました。月に行けるかも確認。よし、これでいつでもどこでも月に来ることが可能になりました。なんかそうなると、宇宙感が薄まるな。それでは僭越ながら、この私ウッドリーが宇宙への第一歩の証として旗を掲げたいと思います。とうとう光陵が宇宙にまで来てしまったか。なんなら一番光陵のダメージ受けてないのオーバーワールド説ありますね。まあここもそんな光陵で飲み込む予定はまだないので、というよりここに来るのが目的なだけで、後のことは何にも考えてません。月でできること、知ってる方がおられましたらお教えいただきますと幸いです。ということで今回はここまで。次回も見てね。